部わけもん。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 はい、唯一高知流のチームですね。同じく秋田市からチームさくら。チームさくら。キッズ祭り大賞でした。はい。そして二カ星からパフーマイ。パフーマイ。このボンバーの頭にも注目です。はい、そして名物 MC 鶴岡市から来られました上条連黄金の舞。黄金の舞、名 MC ですね。お召し物素敵ね。はい、そして地元大選手好奇心。好奇心、大輪の花火を咲かせてください。はい、そしてよさこい中、私たち欧州心舞です。よろしくお願いします。欧州心舞、今日は新曲もあるよ。はい、そして特別出演、今素晴らしい演奏をしていただきました赤線小学校金管バンド部なんだけれども中線コスモスミュージックの皆さんでした。はい、コスモスミュージック、ありがとうございました。はい、そして欧州ともコラボありますね、東今泉八番大校大選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして中線といえば外せないドンパン娘の皆さんです。よろしくお願いします。ドンパン娘、お二人伝統しちゃってますね。はい、ありがとうございました。以上、よさこい団体が14団体、そして東今泉八幡太鼓ドンパン娘さん、そしてコスモスミュージックの皆さんで楽しくワイワイ一花咲かせていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。それではここで開催にあたりまして、大仙市役所中仙支所長田畑睦子様よりご挨拶をいただきたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。大仙市中仙支所長の田畑でございます。ご来場の皆様、本日は八乙女よさこい祭りにようこそいらっしゃいました。心より歓迎申し上げます。このよさこい祭りですけれども、今回で7回目を迎えますが、今年から桜の時期にこの特設会場で開催する運びとなりました。今回は県内外から14のよさこいチームの皆様にお集まりいただきまして、このように盛大に開催できましたことを心より感謝申し上げます。よさこいの魅力は何といっても迫力満点の演舞でしょうか。どの年代の演者も楽しめ、チームの仲間と一つの踊りを作り上げていくのはよさこいならではと思います。本来であれば満開の桜の下で踊っていただきたかったのですが、今年の桜は例年より早いスピードで開花しまして、本日はご覧の通り皆様を葉桜でお迎えしております。中仙地域は桜の名所が点在しておりますので、ぜひ来年は満開に合わせてご来場ご観覧いただければ幸いに思います。現在桜祭り期間中でございまして、来週土曜日道の駅中仙においてイベントデーを開催いたします。また8月にはドンパン祭り、10月には全国ジャンボ詐欺フェスティバルもありますので、ぜひまた中仙でお会いしましょう。それでは早速力強い演舞をよろしくお願いいたします。最後になりますが、本日開催するにあたりまして、ご尽力いただきました地元欧州心舞の皆様には心より感謝申し上げます。そして今後ますます八乙女よさこい祭りがご発展いたしますことをご記念申し上げまして挨拶といたします。皆様、本日はどうぞ最後までお楽しみくださいませ。どうもありがとうございました。